こんにちは、さおりです。今日は野菜で野菜チップスを作ってみました。作り方は前回のレンズ豆チップスと同じ作り方ですが、今回はブレンダーを使わずに作ってみました。家にある道具や材料で簡単に作れる野菜チップスです。では作っていきます。まずは玉ねぎをすりおろしておきます。かぼちゃでかぼちゃチップスを作っていきます。まずは茹でたかぼちゃを潰していきます。潰したかぼちゃにすりおろした玉ねぎ、塩、片栗粉、水を入れて混ぜていきます。オーブンシートの上に少しずつ乗せていきます。上にオーブンシートを乗せて優しく潰していきます。潰しすぎず薄く伸ばすのがポイントです。予熱した140度のオーブンでまずは15分焼いていきます。その後オーブンを110度に下げて30分焼いたら野菜チップスの完成です。人参とじゃがいもでも同じように作ってみました。まずはかぼちゃチップスを食べてみます。これは人参チップスです。これはじゃがいもチップスです。味はほんのり野菜の味がする程度で、どのチップスも同じような感じです。油で揚げていないのでとても軽い感じで、あっさり食べられるチップスです。味は前回の動画で作ったレンズ豆チップスが、お豆の濃厚なコクのような旨味が感じられて、私は前回のレンズ豆チップスが一番お気に入りです。胡椒やハーブ、ガーリックパウダーなどお好みの味をプラスしてぜひ作ってみてください。ヘルシーで体に優しいおやつ、おすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。
感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。